さあ始まりました、プリトチャンネル。ハロー、サスケです。アコギくん、タコン、シオちゃん。今日はですね、魅惑の料理対決。わー、今日やる企画なんですけど、天の声さんにちょっとお任せしてますんで、よろしくお願いします。こんにちは。今日は料理対決をしてもらいたいと思います。3つのヒントで料理を作れ、料理対決。チーム対抗になっておりますので、はい、サスケさん、はい、お団子さんチーム対、はい、アゴキングさん、ショウちゃんさんチームの対決です。僕今から3つのヒントを言うので、それに合う料理を作ってもらう。答えは1個ってことですか？答えは1つです。おお、罰ゲームあります？罰ゲームは使った食材全額です。もしかしたら同じ料理作るってこともあるかもしれない。ドローね。そしたら天の声さんに罰ゲームしよう。まあ間違いない。そうですね。脳天勝ち割りしない。でいきますよ。はい、一つ目、下ごしらえが大事。うわ、これ全部やってはまるじゃん。二つ目、定食で出てきたら嬉しい。ちょっとわかるぞ。三つ目、砂糖を使えます。あ、もうわかんなくなっちゃった。甘い。はい、違かった。全然絞れない。え、まず食材を買いに行くとこからいってらっしゃい。砂糖を使ってる。下ごしらえが必要。そうそうそう、下ごしらえが必要ってことは大変ってことだよね、多分ね。だから定食屋出てきたら嬉しいんだもん。うん、俺途中まで唐揚げだと思ったもん。そう、使う定食って何かって考えればね。そう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 、立ち見定食じゃない。そんな攻めたお題にするの？じゃあ他には砂糖使うもんある？けど分かる分かる、その出汁系だよね。定食のイメージだから、焼き魚、ハンバーグ、唐揚げ、刺身、あと中華系だよ。肉じゃが俺ありえる気するけどな。でもさ、定食で出てきたら嬉しいっていう表現する、肉じゃがっていうものがあってヒントを出そうと思ったら、メインがあって、その横っちょに出てると小鉢的な嬉しい。そう、うん、その小鉢に肉じゃががあったら嬉しくない？小鉢に肉じゃが見たことある？魚かな、魚系じゃないの？最強焼きじゃないけど、すごい甘いやつ。魚系の甘いのって、あ、待って、うん、ちょっと待って、定食じゃん。甘みがあるってところが一番ちょっと謎。定食って何？イメージ最初に思いつくのに、まあ、生姜焼き定食とか。生姜焼きね、唐揚げ定食とか。砂糖よね。生姜焼き多分砂糖入れなくない？入れるってイメージはないですよ、あれは。中華料理的なチンジャオロース定食とか。中華料理なんかさ、甘いイメージない？ちょっと甘辛とか。エビチリは？いや、まあ俺がエビ食えないから、エビはないから。それでエビチリにしてたらもうパンダ鬼よ。下味、甘み、甘いってのがあんまり確かにさっとこないですよね。魚？定食といえば魚ってイメージはめちゃくちゃ絶対あるよね。で、和だから、和なら煮物みたいにするな。あ、そうですね。この辺でちょっと食材見ながら決めよう。じゃあ買い物行こう。はい、買ってきましたね。はい、買いましたぞ。ねえ、買ってきたのは、はい、これが俺らの答え、サバだ。サバをどうするかはまだあれですけど。そうだよ、サバの唐揚げかもよ。で、これね、味噌。味噌、これでも答え分かっちゃったから、ね、さあ、よかった、やって。下ごしらえが大変って言うから、もうそれ魚。絶対魚。絶対魚だよね。三つぐらいまで絞ったけど、それでも答え出なくて。一回スーパーでお惣菜が食ったんだ。そう、センター試験受けて、はい、自分の見直しも満点。で、事前の予習もしちゃってる。ちょっと、ちょっと被ってる可能性もあるの、声。そうなの、俺らになんか合わせてきた感じもあるから。やめてよ。ねえ、やめてください。お、お、早く作れ。でもこれでいいよね、もう。そう、あの下ごしらえって多分一匹の魚から切るのも下ごしらえで大変って言ってたんですよ。うん、けどもう僕らは先に切ったのを見つけました。あ、切れ目入れる？なんか切れ目とかも下ごしらえでさ。で、入れよ。味染み込む。あれバッテンのやつ。そういうこと。で、調味料を鍋に全部ぶち込むって書いてあるから。目分量で、あの男の料理ですよ。そうですよ。結局ね、感性でやった方が美味しかったりするんですよ。下ごしらえでバッテンしました。中にサバを入れて、うん、で熱湯をぶっかけるらしい。もう勝ちだ。うちらが負けると思ったでしょ。ね、最悪最強コンビってことです。その最強の今日を本当に強いっていうところの今日に話を使いましょう。ヒント3つって出しすぎたんじゃない？いや、もうメスが甘やかすんだから、天の声は。サバに入れてください。あ、開いてる。そう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 、混ぜ混ぜしたら、うん、お湯を捨てて、はい、水にさらします。あらーあらーあらー、海水込み1万円。すごい、なんか生臭さが出るもん。あらー、海水込み1万円。うわ
こうやってやるから下処理が大変なんだよ。ボランさんはね、はい、寿司屋の息子ですから。そういうこと。魚はもうね、もう見てきたんですから、親父を。はい、何持ってきたんですか。ここで肝心の砂糖、沸騰したらサバ入れます。味噌は入れません。みりんも入れない。入れない、はい、お魚入れますよ。はい、このお魚の入れる向きとかは関係ありますか。皮が上です。味噌だけ始まんないんだから。そうです。鍋に溶いた味噌を加えて再び中火にかけます。入れます。おいしそう。落とし豚で10分ほど煮詰める。せーの、オープン。ズンボー。うまそう。めっちゃうまそう。できました。サバの味噌煮です。はい、じゃあ買い物に行ってきました。ある品を見た瞬間にピンときたよね。来ましたね。これしかなかったですね。全部当てはまったの。全部当てはまるのは。じゃじゃーん、サバ。勝った。サバで定食といえばサバの味噌煮。全然ダメだよ。じゃちょっと作ろう。作ったことはもちろんないよね。ないです。もちろん僕もないです。食べたことしかないです。初挑戦。臭みを取るために聞いたことあるのは塩で揉むみたいな。分かんないけど、それでちょっとやってみる。まあでも確かに海泳いでるってことは海いつも塩にまみれてるってことですよね。そういうことしましょう。そうですね。じゃあもうそこでいきましょう。 OK。 いいんですか、料理始めたらそれで決まっちゃいますよ。大丈夫だよね、はい、もう絶対もう間違いないから。塩をシャッシャッシャッって、もう結構多めにかけてよ。あ、もうこんぐらいいっちゃって。そうそうそう、ね、揉む。そうそう、いいいい。もう飲み込む。そう、なんか見たことあるでしょ。そうそう、俺生姜入ってるイメージあんだよ。どっちみち生姜で臭み消えそうだけど。ちょっと塩一回流す。これつきすぎてるでしょ多分。オッケーオッケーオッケー。もっと出していいよ。節約節約ね。生姜絶対入ってたイメージあんだよ。めっちゃまずくはならないならない。あ、そうそう、この匂いさなかった。で、うん、薄く切りましたんで、はい、こんな感じにね。煮ていこう。煮ます。じゃあお水と、これは料理酒。料理酒適量に入れて。納豆結構多いのかな。大さじ1杯とか2杯とか。1杯、じゃあ2ぐらいにしとこうか。味噌。味噌きた。なんかこれでもうサバ味噌完成でしょ。野菜つけて食べたい。これじゃあ適当に入れるよ。 OK。 はい。あ、いい匂い。あ、あのサバ味噌の匂いしてきた。全然ちょっと入れる。俺見たことある、これ。サバに味が染み込むためにここになんか十字に削れてる、見たことない。あります。本当にある。あります、本当にあります。これでなんか味が染み込むっていうのを見たことあります。10日出して待ってよか。僕の予想なんですけど、はい、なんかお団子さんがどうしてもお肉を大好き。はいはい。だから絶対豚の生姜焼きとか、定食でも中華のなんとか定食とか。はいはいはい。僕魚にはたどり着かないじゃないですか。絶対いかないよね。それに引っ張られてサスケも多分、あ、じゃあそれかなってなって、なんか妙に説得力あるんですよね。いや本当これ勝った、絶対勝ちましたね。ちょっと待ちましょう、完成まで。めちゃめちゃいい。めちゃめちゃ美味しそう。サバ味噌っぽい。これはもう OK です。 OK。 じゃあよそって待ちます。はい、できました。待ってください。それじゃあ、はい、チームまだ帰れますけど大丈夫ですか。いや絶対これ正解だよね。絶対に合ってます。悩んだけどもうこれだろう。それじゃあ発表、サスケチームから。はい、私たちが作ったのはサバの味噌煮です。なるほど。それじゃあアゴキングチーム、僕たちが作ったのはサバの味噌煮です。一緒だ。けどこの人たちが考えた内容より俺らの考えたのが上だから、いろんな候補をたくさん考えたの、ねね、同じのなの。勝ちたいの。だから俺ら2組とも罰ゲームを受ける、もしくは天の声が罰ゲームを受けるからね。君たちヘラヘラしてるけどまだ合ってるか分かんない。そう、イライラしてますよ。イライラしてます。見落としありますよ。いや、これしかないよ。これしかないないと思う。それでは2チーム、サバの味噌煮でいいですね。はい。それでは正解は不正解だったら言いますので、不正解だったら言いますよ。これ罰ゲーム何でしたっけ、うちは全角フスタペーパンダだったら脳天勝ちだった。精神に囲まれて肉体的な罰ゲームだ。お願いします。え、脳天勝ちだって。あー、受けた受けた。それではこの動画面白いと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではまたね。最高。ジルニーベが手先なんで入ってる前提じゃない。ゲーム
めて勝たないと大丈夫ですね。じゃじゃーんって見せちゃっていいよ。あ、じゃじゃーん。いや、違う、こっちこっちこっち。